みなさんこんばんは。今日はね、ちょっとだけ暗いけど、初めてショールームの個人ページで配信してます。あ、そうそうそう、あのね、今日は12月27日に発売される私のファースト写真集が今朝と日刊スポーツさんで発表されて、そのご報告と感想を兼ねてショールームを配信したいなと思って更新しています。そう、まだねタイトルとかは決まってないんですけど、12月27日発売っていうこと、あと撮影場所が北欧のスウェーデンにあるストックホルムとキルナっていう場所で撮影しました。皆さん知ってますか？知ってますかね？これどうやってコメント読むのかな？ちょっとわからないよ。スウェーデンといえばあれだよね、イケア。この間ね、IKEA でね、ソファー買った。あのね、そう、皆さん多分新聞に載ってた写真は帽子かぶってる写真とすごい風に吹かれてる写真だったからあんまり分かんなかったかもしれないけど、実は髪を切りまして、ちょっとあの首が長いの着てるから分かんないかもしれないけどね、ほら立つとこういう感じ、結構切ったんですよ。後ろもね、すごい長かったの。この後ろがね、このここら辺までねあったんだけど、切ってね、多分 10センチちょっとかな。それもね、ストックホルムのね、スウェーデンにあるストックホルムの美容室で切ってもらって、そう、初めてね、まあ、なかなか海外で髪の毛切るなんてこと多分ない、っていうのも誰もやったことがないっていうのにも入るし、まあその他にもたくさんあるんですけど、なんかね、そう、髪切ってもらって、なんかあっちの国ではあまり髪の毛をすくっていうことがあんまりないみたいで、なんかなんで髪の毛ツルツルなのにそんなすくのっていっぱい質問されてそう、でもね、だからあんますかなかったの、撮影した時は。でね、ここまで切るのになんか ここまで結構長さあってね、ここら辺まであったのをね、まずこうやって髪こうやって自分でハサミ入れるのをファーストカットっていうらしいんですけど、それをねやったの初めて。前髪とかは自分でちょっと切ったことあったけど、こっちの髪をね初めて切った。そのね撮影のシーンもあるしね、きっとそれも写真集に載るのかな、どうだろう。でもどんな顔してたかちょっと分かんないけど、気持ち的にはなんかやっぱ髪を切るって特別だと思うし、なんかずっと休んでた期間もずっと伸ばしっぱなしにしてて長くなってたっていうのもあったから、決意を込めてファーストカットをして、だから写真集では長い私の写真もあるし、短い私の写真もあって、一冊で二度おいしい写真集になってます。あとね、今日新聞に載ってた写真はその1枚目の白い半袖のワンピースで風に吹かれてるやつは、あれ山頂まで朝行ってで撮った写真なの。もうね、すごい寒い国だから
すごい立ってるだけで寒いんだけど、もうその風もすごくて、もう風通りがすごくいいから山頂で、もうすっごいビュンビュン吹かれて、ちょっとね寒かったけどね、なんかそれがね楽しかったです。普段じゃ味わえないからね、何でも楽しくできました。あともう一枚の犬と鼻くっつけてるやつはね、あれはあのキルナの犬ぞりができるハスキーファームっていう場所に行って犬ぞりしました。人生で初めて、憧れてたんでね、それだけはやりたいですってお願いしてやらせてもらいました。なんかついてびっくりしたのは、なんか犬ぞりってすごいハスキー犬のイメージだったんだけど、ハスキー犬だけじゃなくてびっくりしました。なんかね、向こうでなんか有名な実かな、食べ物の実、そういうのがなんか食べ物に何でもつけるジャムみたいになってて、それがねコケモモって言うんだけど、みんな犬がね、犬ぞりしてくれたワンちゃんが6匹いたんだけど、みんななんかベリー系の名前でね、ベリーちゃんとかコケモモちゃんとか、みんなメスなの。あれな、犬ぞりしてくれたワンちゃんみんなメス、みんなすごい可愛かった、仲良くしてくれたし。全然ひな子がね犬から離れないからね、犬ぞりスタートできなかったのすごい、あのね写真をね、ただ単にずっとね撮影じゃない時にずっと犬とね戯れてたところを撮られた写真です。楽しかったよ。あのね、後ろであのソリをこう動かしてくれてた女の方がね、女性の方がもうずっとね、なんて言ったんや、 Are you cold? かな、わかんないけどずっと寒くないのって言ってきてってね、全然寒くなかったの。ひな子すごい日本の服だし、いっぱい重ね着はしたんだけど、やっぱちょっと風は通る服だったから、でも本当にずっと寒くなくて、ずっと楽しくて、全部思い出ですね。あと何かな、発表されてた撮影はもう本当にすごいたくさん、いろんなシチュエーションで撮影させてもらって、きっとねこんなに期間を取ってこんなにいろいろさせてもらうのはね、本当にめったにないことだと思うから、すごいいろんなことを知ってね、その中でも発表されたいくつかのことは、なんだろうな、あ、トナカイか、そうそうそう、トナカイ、トナカイ、野生のトナカイがねいるね、そこに行ってトナカイとね群れました。なんかね、トナカイが、トナカイのご飯をこう手に乗せて乗せてくださるの、現地の方が。もうそしたらみんな一目散に走ってくるので、トナカイってさ角あってさ、角からこうどんどん枝みたいにこう角がどんどん連なってるじゃん。なんかそれがなんかすごい神秘的で美しいんだけど、なんか多分喧嘩しちゃってたのか、ちょっとこうなんかすごい強い感じになってて、角がだから一目散にどうどうどうって来られて、ちょっと最初はね怖くてね、全部バーってもらったフードみたいなの全部バーって巻いちゃって逃げ回ってたんだけど、もう慣れてきて、そしたらね触らせてくれたり、ツーショットも撮れたし、すごいいい感じだったよ。楽しかった。キルナに移動した日だったの、トナカイの撮影は。現地のね、そのキルナの町のポンチョも着させてもらって、あったかかった、すごく。すごいね、日が沈むのが早いからね、もう毎日すごく短く感じてね、でも毎日ちゃんと何かやってるからすごい充実した毎日でした。トナカイのところは結構ね撮ってたから、きっとあの写真だけじゃない、いっぱいいろんな写真が載ると思います。あとあれか、水着とランジェリーにも挑戦しました。
まあね、もう22歳なんでやっぱりね頑張っていい感じに仕上がってると思います。なんせ皆さんが褒めてくれたんでね、スタッフの。だから自信がつきました、すごく。楽しみにしててね、きっとね見たことのないねひな子のが見れると思うしね。あとアイスホテルね、キルナにねアイスホテルっていう場所がもう全部氷でできてるホテルでね、いっぱい部屋があるんだけど一つ一つデザインが違うの、氷で描かれてる。そう、その部屋で撮影しましたね。すごい寒かったの、基本きっとマイナス5度なんだよね、ずっとその部屋が。すごい寒かった。でもね、なんか夏生まれだし、夏のこうすごいもわーっとした暑さもすごい好きなんですけど、どっちかっていうとしんしんとした場所とか空気感の方が好きだったから、北欧に行きたいですって言って、あと国を選んでもらって、そう、なんかスウェーデンに行くことになりましたって聞いた時にあんまり詳しく分からなかったから調べてたんだけど、そう調べていくうちに動物愛護にすごく特化された国でね、もうそういう愛護センターとか殺処分する保健所とかそういうところがもう何もないの、一つもなくて、なんかそれを知った時にすごい運命を感じました。なんかそこを重視して選んでもらったわけじゃないのに、選んでもらって調べてたらそこだったっていうのがなんかすごい運命だなと思って、うん、すごい嬉しかったです。それもペットショップとかも、なんかそのワンちゃんが食べる食べ物とかおもちゃとか置いてあるんだけど、犬の販売はしてなくて、そう、犬を飼っててもね、あの家でお留守番させるのが6時間以内とかそういう風にすごい厳しくて、だからこそ飼ってる人もそういう条件がねなかなか満たせなくて飼えない人も多いし、だからこそ飼ってる人たちはすごく動物愛にあふれてて、もう本当にすごく愛が注がれてるワンちゃんたちばっかりで、みんなすごく可愛くてね、雪の上ずっと走り回ってたんだけど、そう、すごい癒されましたね。うん、そこもすごい嬉しかったから、なんかもちろん写真とかその中のページをね楽しみにしてても欲しいんですけど、私はそれもすごく楽しみにしつつ、私の写真集でなんかね、そういう愛護について皆さんとか全然知らない世界の人たちがまた愛護について考えられる時間が増えればなって思いました。すごいね、嬉しかった本当に。うん、ごめん、あ、こうだ、あ、読めた、コメントよかったね、ありがとう。本当に嬉しかったし、本当に楽しかったよ、毎日。でね、ずっとスウェーデンで乃木坂の歌歌ってたの。もちろんよくウォー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 の方の乃木坂の歌も歌ってたけど、羽の記憶とかね、いろいろ歌ってた。なんかひな子普段から乃木坂の歌すごい聴くし、歌うからね、海外でもね、雪の上を踏みながら歩いてね、歌ってたよ。そう、あとね、写真集の公式ツイッターができましたんで、皆さんぜひチェックしてください。嬉しいな。写真集のね、編集の方が女性の方でね、そう、今日ね、ブログ読んでくれたかな、そのブログでね例えてたのが、その
あの言ってたのが、その編集の方とあと7人の方たちはね、その一緒にスウェーデンまで行ってくれたスタッフさんの方たちでね、そうすごいね優しいんだ本当に。すごいたくさんいろいろ考えてくださってて、もうすごい愛にあふれててね、本当に好きです。なんかファースト写真集っていうものはすごく自分にとって大事なものだし、誰でもできることじゃないからすごくそれも特別なんですけど、なんかねこうやって応援してくださってて待ってくれてたファンの方も含めて、写真集に携わってくれたスタッフの方々が本当にすごく尊敬できて大切で大好きでね。うん、嬉しかったすごく。なんか本当にね第二の家族って感じ、家族ができました。こんなにね、もともとはね全然知らなくて、関わる人生の中でも出会うか分からなかった人たちにこんなにもね愛を与えてもらえるんだって思って、もうすくすく育ちました。すごい嬉しかったです。うん、本当にねそういう私のことたくさん思ってくれてる人たちと一緒に作った写真集、本当にすごく自信がある、すごくいいものだっていう自信があって、もう本当に今までにない写真集になると思います。あーもう写真集撮影終わってからさ、毎日一緒にいたのにさ一緒にいれなくなっちゃってさ、すごい寂しいの。だからそのね編集の方と毎日メールしてね寂しさを紛らわしてね、すごい考えてくださってんですよ。今後のこととかもいっぱいファンの人とね、ひなこと写真集とみんなでいい思いいい気持ちになれるようにねたくさん考えてくれてます。最後ね撮影終わった後にね、なんかじゃあどうだったって感想になってね、そうスタッフさんの方の前で話してたんだけど、その時もね泣いちゃったんだけどね、やっぱ思い出すだけですごい泣いちゃうくらいよかった。でも本当にね休業期間も休業期間前も休業後もずっと支えてくださってたファンの方のおかげだと思います。本当に感謝でいっぱいです。なんか人に対してさ感謝とかって言葉では言えるけど、本当に心から思うことってね毎日をさ過ごしてるとなかなか難しいことかもしれないけど、感謝ということがどういうことなのかっていうのがね分かった期間でした。だから今もすごい分かる、感謝は感謝をするとこういう気持ちになるんだっていう心の色が自分で分かるようになって、うんすごい良かったです。早くてコメントが読めないですね。
マネージャーさんが来たの今一緒にね写真集同行してくれたマネージャーさん、励ましに来てくれました、様子を見に。優しいね本当に。私もねもう本当にね大げさかもしれないけどね、でもいや本当にそうだって心から思えるぐらいね、もう本当に生きててよかったって本当に思います。なんか生きててよかったってさ、みんなよ言ったりさ、綺麗な景色を見た時とかにね言ったりするけど、なんかそういう感覚が本当に分かんなくてね。でもなんか本当に生きててよかったって思うし、うん、なんか自分について日々考えることってね、なかなか皆さん難しいし、私も難しいからね、なんかそういうことについてあんまり考えないけど、やっぱ考えたりすることってすごい大事だと思うしね、うん、本当によかった。写真集ね、今後どれくらいの人の手に渡るか期待感もあるけど、もちろんすごいそれに比べてものすごい不安感もあってね、うん、やっぱ私を知ってる方はきっとなんか見てみようかなと思って手に取ってくださると思うんですけど、なんか知らない人にも届く写真集にしたいからね、いっぱいいろんな人の元に届くといいなって思います。もちろんひなこのことを応援してくれてる人はね、まず右手に持つ一冊、左手に持つ一冊、常にカバンにしまってある一冊、鑑賞用の一冊、リビングに置く一冊、寝室に置く一冊、洗面所に置く一冊、台所に置く一冊、あと頭の上にこうなんかこういう感じで載せる一冊あと靴箱に置く一冊、ほらね、もういっぱい必要、一冊一冊ね。なんならほら器用な人はこの右手、あ左手の親指とここにハサミ一冊置く言ってて面白くなっちゃったごめんなさい、調子乗りました、ごめんなさいでもこうやって持ってるさ、ひなこが自分の写真こうやって持ってる写真いつか撮れたらいいな流行らそうかないや面白いな。でも本当にたくさんの人に届くといいな。まだ今日発表されたばっかりでね、発表される前もいろんなイベントとかあるだろうし、発表された後もね、ね、いろんなイベントできるようにね、これから調節してもらえるように私からもお願いしてみようかなって言った感じなんでね。何がいいですかね、なんか他のよお渡し会とかはみんなやってるからもちろんやるんですけど、なんかみんながやってないようなイベントもやってみたいですね、写真集関連で。髪結構短くなったよね、なんかあんまりな感じかな。本当はもうちょっと切りたかったんだけどね、なんせ湿気が多いところがさ雪降っててね、だからこうちょっと長めの方がいいと思ったし、でも本当に写真見たら長い時と短い時と全然違うから、本当に全然違うからみんな本当に楽しみにしててね、多分長いのと短いのとあるメンバーも今までにいないし、いや本当にあんな撮影やねこんな撮影やねあんな撮影やこんな撮影やもうわーって感じの、もう本当にたくさんしたからね、しちゃったよたくさん、だから楽しみにしててね。でもなんかね、ただのアイドルの写真集っていうよりかはね、もっと深いところにある写真集です。もうね本当にいい写真集ですね。私まだ中身見てなくて、昨日スタッフさんが遅い時間までレイアウトしてくれてたんですけど、もうねす
すごいいろいろ聞いてね、まだまだ言いたくないんですけどでもね本当にそうだよ、自分でハードル上げられるぐらいいいものなんだよ。だから楽しみにしててね。あれだよね、日の子はまだね完全に握手会とかに参加できてなくて、しばらくは多分今みたいな状態がずっと続いちゃうと思うんですけど、だからきっとなんか休業中とか休業前とかなんか会うチャンスなかった人とかもお渡し会とかで会えるのかな。そういうのもすごい楽しみです。皆さん来てね、楽しみだな本当に。早く見たい。何になるかな、タイトル予想しよう。何になるかな。何がいいかね。予定ではねあと15分ぐらいやろっかな。ショールーム、そうだよ、短くなったよ。もうちょっと切ろっかな。でもどうだろう、迷うけどね。あー本当楽しかった。毎日ね本当に思い出すんですよね、どんな時も。それでね心がね心からわーってなってね、もう眠れないあそうだから皆さんもこれからオフショットとかたくさん出ると思うけど、まあ、そのオフショット出るためにじゃあ私が説明するとして、そしたらきっともうね寝れないくなる動画どんどん増えてってね、きっと発売された写真集を見たらねもうきっと皆さんも毎日寝れないぐらいすごいいいものだと思いますよ。いろんな髪型もしたからね、このね長さだとねいろいろできるんですよ意外と。だからこの長さでもあるし、あと長い時下ろしたりもしてたし毎日寝不足、本当に楽しみですね。あのさ公式ツイッターのさ写真がトナカイなのすごい可愛いよねまださあんまり解禁できないからさ、トナカイちゃんでさ最初のツイートしてもらったんだけどさ、もうズコーってなったでしょファンの人トナカイかいってでもねそういうねところもすごい好きなんです。それをね、まあ、例の編集の方なんですけど、同じ大型なんだトナカイかい、あいいね確かに語呂がいい、トナカイかい、いやトナカイかいだよ、トナカイかいじゃなくてフフ面白いね。みんなトナカイかい言ってるよ今33,798人の方が見に来てくれてますね、ありがとうございます。こんな私のショールームに感謝ですね。なんかさ乃木坂の歌ってすごい感謝だけどさ、あの歌歌ってたんだよずっと、感謝を思い出して。なんだか卒
そろそろ終わらないといけないみたいで、すいませんね、本当に急に始めて急に終わっちゃって。そう、写真集の予約がねもう始まってるんですよね。いろんなサイトから予約できると思うんですけど、写真集予約のバナーが画面の左上に出てるから、最後にじゃないな、画面の左上に出てるから、ここのバナーから、バナーって言うんだ、バーナーだと思ってたけど、写真集の予約のバナーがね左上の画面に出てるから、こっちか皆さんか見たらどっちだろう、ここのバナーから予約してね。面白いね、バナーだね。そうですね、皆さんぜひ予約してください。私の宝物なんで、全部が、だから私の宝物を皆さんの宝物にしてください。そして世界の宝物に一緒にしましょう、お願いします。またショールームやりますね。755とかも更新したりできたらするし、お場面もブログも書くんで、皆さん随時チェックしてください。日常の MV についてもまた書きますね。かっこいいよね、歌収録もね結構しててね、そう、月曜日とかにもきっと放送されるから見てください。皆さんいろんな国から見れるのかな、これもいろんな地方から、ありがとうございます、わざわざ私のために。お仕事お疲れ様でした、学校お疲れ様でした。またこれからね、そうそう、ほら乃木坂ちゃんが出るからね、テレビに見ましょう皆さんで、私も見なきゃ。ありがとうございます、またやりますね。バイバイみんな、おやすみ、早いけど。ちなみに今日の夕飯まだ考えてないけど、そばしようかなと思いますね。そば食べたいって言おうかな、これから。バイバイ、ありがとうございました。写真集よろしくお願いします。バイバーイ。